はい、ドッカンバトルやっていきますということで、未来ご飯が来たんでね、18号、17号をね、トップ A にして、清流祭やっていきましょう。おお、今回一番最終形態のイラストいいですね。珍しく1個目も2個目も3個目も、イラストがいい珍しいパターンですね。最後だけちょっと見ましょうか。必殺演出。爆裂ランプ。お、かっこいいじゃん。音声入れてなかった。ダブル魔線香。まあでもね、本気班じゃないですね。結構レベルの低い班の、いまいち必殺班ですね。さあ、行きましょうか。いや、なんかあんまりこのトップ A あんまり好きじゃないから、ちょっとやっぱ変えよう。あえて大人になったトランクス。これでね、未来ご飯をね、引き当てていこうかなと思います。さあ、行きます。さあ、超絶ハイ課金者から、無課金になった今のガチャルールは、マックス30連で何かしらのエラールが出た時点でおしまいというルールです。ちょっと今よそ見しながら動画撮ってます。さあ、どうだろう。演出何もなかったからね。すごい、 SSR2 倍なのに確定額だけっすか。マジっすか。うわー、ひど。うわ、ちょっとやばい。稀に見る爆死っすね。すざましい爆死です。さあ、20連目いきましょう。これは出たね。SSR3 枚は出たね。個人的にあの好きな演出です。天茶をやむ茶。いや、何かしらの LR さすがに来るでしょう。誰誰？あ、これ持ってなかったわ。ちょっと嬉しい。もういらねえ。おお、そっち来ますか。まさかの、持ってなかったやつですね。人造、ちょうど廃課金者からやめたくらいに出た時の、人造人間17号、18号、16号ですね。まだあった。まあいいんじゃない。ちゃんとガチャルールね、守ろうと思います。持ってなかった、いつ出たか忘れちゃいましたけど、即属性のゴテンクス。そして、人造人間 LR。素晴らしいと思います。珍しくちゃんとね、ドッカーバトルはちゃんとそれなりに守ってる方ですけど、他のゲーム合わせると、ちょっとあんまりガチャルール最近守れてなかったんでね。いや、おまけでドッカンフェスもう10連いきましょうか。ドッカンフェスをやるっていうね。うわぁ、爆死。もう10連行。これで本当にファイナルです。なんか最近石の配布が多いからね。結構余裕あるんで。個人的にあの重要だったね、ヒーローズコラボは終わったんで。お、長いカメハメハ。これ、長いカメハメハってさ、確定じゃなかったっけ？どうだろう。長いカメハメハ2回目かな。確かあの、新キャラ確定だった気がするけど。フェス限確定か。
うん、フェス限確定っぽいっすね。いやー持ってなかった。一応、このゴテンちゃん GT ゴテンちゃん、これ嬉しい。これ持ってなかったですね。このご飯はもう持ってるんで別にいいかなって感じですけどね。まあいいでしょう。ここでね撤退しようと思います。ぶっちゃけ話すると18号17号よりも19号20号の方がねちょっと欲しかったりするんですよね。今いないじゃないですか、19号20号でさ強いやつって。まあいいや。でもね、ガチャ結果はそれなりに今回ね、良かったかなと思います。ドッカンフェスね。青龍祭ともに。そんな感じで。どうもありがとうございました。